はい、じゃあここからは実況中継でおきます。まずこの駅前にあるこの喫茶店、とても渋いですよね。あの宇都宮市にはこういう渋い喫茶店が何軒かあります。まあ今後も動画で紹介していきたいとは思います。ですね、今度はあの JR 宇都宮駅1階ですね、1階、今北口向かって左側歩いてます。やっぱり商品とか商店が多いですね。スターバックス、まあ今見えますけどもね、まあずらりと、まあぶっちゃけこの JR 宇都宮駅で全てのその何て言うかな、料理やお土産堪能することができます。まあ宇都宮といえば餃子ですけども、まあ餃子食べさせるお店も何店舗かありますからね、まあ時間がない人は、まあ駅構内で十分楽しめるような、そういう風な仕組みになってます。で、これは丸亀ですね。で、この今見てる西口はですね、まあ栄えてる方っちゃ栄えてる方なんですけども、駅周辺そんなに、もう駅の今のところ一歩で出ちゃうと結構なんていうかな、古い建物が結構あるんですよね、で鎌倉パスタとでサボテン、もう東京にもまあたくさんありますよね、サボテン、ここにもあるということで。そしてこの駅の市場、駅の市場でまあスーパーみたいなのもあれば、あの餃子食べさせてくれるお店もあるし、で今度は向かって左側ですね、北口から向かって左側、あ右側ですね、でここにもまあ餃子屋さんがまああります。ここは入んなかったんですけどもね、どうなんでしょうね、味は美味しいとは思いますけども。でまあ隣のローソンと、でずーっとまっすぐ行くと今度は南口に出ますね。南口、まあ見えますと見えると思うんですけども、この南口ですね、でここ左に入って、また左にちょっと曲がるとトイレがあります。あと、コインロッカーなんかもありますからね。で、南口と。そこは、コインランドリー、あ、コインロッカーやトイレがあります。ではですね、まあ、2階の、餃子堂から、こう歩いてきて、この2階の、これは西口になりますね。西口。行く前にですね、面白い銅像があるんですよね。マスクかかってます。まあ、有名な方なんでしょうね。私ちょっと、わかりませんけども。じゃあ、この、西口、入ってみたいと思います。それで、まあ、校内ずーっと歩いていくんですけどね。でこれが、在来線ですね。在来線乗り場ですね、これが、でまあ緑の窓口が右側の方向に見えて、これですね、緑の窓口。でここを、まあ、右に曲がると、まあ、ずーっとまっすぐと左口に行きます。ここのお蕎麦屋さん入ると思ったんですけどね、混んでてやめました。で非常になんとかなんていうか開放感のある、どことなくなんていうか岡山駅を彷彿させる何かがありますよね、ここ、そう思ってるのは私だけでしょうかね、でですね、この東口の方は結
結構てかものすごい再開発が進んでます。でもうじき見えますけども、ここまっすぐ行って左側ですね、左側に、今年の8月にオープンした、8月の終わりに発行オープンした、宇都宮テラス、宇都宮テラスが見えます。で今こっち見えてるところがもうじきもう完成間近だと思うんですけどね、もうじき11月になったらオープンされると言われる新しい交流拠点施設と、その交流広場ですね。でここ多分広場だと思うんで、広場はミヤミライライトヒルという風な、そうです。で奥に見えるのは建物、こちらがライトキューブ宇都宮と言われるそうです。また11月まだ1ヶ月ぐらいありますからね、オープンするのに。本当はね1ヶ月ずらして来てもよかったんですけどね、時間が合わなくて。でここが宇都宮テラスですね。もうここはもうオープンしてます。下に、スーパーありますね。まあ非常にまあできたばっかりなんでね、まあ近代的な、あのできた当時の様子、まあ、YouTube でも見ることできますけども、いやーすごいごった返ししたらしいですよ、あの地下のよくベニマルですか。でこういう、ライトキューブとか、まあ複合、まあコンベンションとか、コンベンション施設とかって言ってましたね。で、まあ全体的なその左東口ですね、宇都宮駅東口、まあこんななってます。まあここ見てわかる通り、まあマンションでしょうかね。まあこういうふうなマンション、大きな建物が、まあ大きく新しい建物が結構バーってあるんですよね。それでここ、まあ、全体的にバーンと見ると、まず見えるのが、宇都宮テラス。で、右側には、ライトキューブ宇都宮。まあ、ここはまあ、あれですね、マンションの建物。新しい建物がやっぱり結構多いですよね。開発、まあ、再開発が進んでるというふうなことです。今でも、後ろ見てわかる通り、建設、中の建物、結構あるんですよね。だから、ここ1、2年でガラッと変わったんじゃないですか、宇都宮、この東口は。どうでしょうね。でまあまあポツリポツリとまあこう歩いていって、でまあ、今度はまた東口から西口に行きたいと思いますけども、まあ先ほど言った宇都宮テラス、ライトキューブ宇都宮。
はい、東武宇都宮駅ですけどもね、入ってみたんですけども結構シーンとしましたね。ただJR 宇都宮駅にも通じるんですけども全体的に綺麗です。なんか周り綺麗です。まあゴミもあんまりないし、すごいなんか綺麗なところですよね。まさに二大巨頭というような言葉がぴったんこな、そんな感じですよね、それぞれの駅は。でまあ、乗り場階段登って行ってみましょうか。はい、まあこんな感じで、なんかこじんまりとしてるけども綺麗ですよね。田舎の私鉄の駅なんか結構寂れてるというか、なんかこう古さがにじみ出てるようなそういう駅多いんですけども、あんまりそういう風な古さがにじみ出てるような駅ではないですよね。でまあ乗り場があって、でもうここからもう、東武百貨店入れるというような感じですよね。でここを降りるとまたあの裏の大きな通りに出るんで、ここからも、まあ、入ってこれると出入り口だと。でまあ裏側ですけどね、もう五光さすと、本当に雲一つない晴天に今回恵まれたんで良かったです。ここの通りが非常に興味深いです。何なんでしょうね、これ。何通りでしたっけかね。ユニオン通りでしたっけ。飲み屋さんなのかな、わかんない。飲み屋通りなのかちょっとわかんないですけどね。で、角度変えてみる。やっぱでかいですよ。駅と合体してるだけあって。また別角度から。実はここ、結構、なんていうか、面白い取り組みやってて、今週の日曜日30日まで、10月30日までこうなんか木で、なんていうかな、木で作ったこの囲いというか椅子というか、そういう風なものでなんか食べてもいいよと、そこで食べてもいいよというようなことをやってるみたいなんですけどね。まあ期間限定で、もう一件あのチラシみたいなのが出てくると思うんですけども、でもこのとそれなくしてもこの通り自体、まあなんか結構思う、おもちゃこれですね。30日までですか、こういうふうな催し物がやってて、催し物やってもいい、いや、催し物をやるようなそういう通りなんですかね、ちょっとわかんないですけども、また渋い食堂、渋い食堂結構多いんですよね。渋い食堂、渋い喫茶店、宇都宮、とまあそういうことで、まずあの二大巨頭 JR 宇都宮駅、そして東武宇都宮駅見てきました。今回はね、字幕とこのナレーションのまあハイブリッドで お伝えしてきましたけども、まあ、今後もこういう形増えると思います。なんでね、まあ、こうご期待してください。今回は非常に多くの動画を撮ることができました。これから、これは第2弾ですか、まあ、第一応6弾まで出す予定なんでね、まあ、こうご期待ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。